ののオートバイである社名の由来はアベニューとストリートを合わせ都市の道路を自在に移動できるパーソナルコミューターとして命名された。海外へはエピクーロという名称で輸出されていた。アベニスは1998年に発売された。新設計の水冷4ストロークさ h 1C 単気筒エンジンを搭載し、 排気量 125cc の小型自動二輪車のアベニスと 150cc の計二輪のアベニス 150? のにもデルが存在する。125cc は最高出力14馬力、150cc は最高出力16馬力のエンジンは、同世代の2ストロークエンジンと比較してもパワフルであり、前後12インチのホイールや低めの位置に構えた風防など、 上位クラスのヨーロッピアンスタイルのスクーターとして発売された。しかし、その得意なスタイルや大柄な車体、平坦ではないフロアステップ、高額な車体価格など、アドレス110と同じような評価を受け、販売は振るわなかった。また、後のビッグスクーターブームの煽りを受けた形になり、2007年に生産終了している。また、川崎重工業では鈴木から、 アベニス150の OEM 供給を受け、エプシロン150という名前で販売していた。こちらも OEM 提携解消に伴い、販売終了となっている。ありがとうございます。